じゃあ行きますかね。はい、はい、行きます。クルメイト、エンジンタン、エントン、おお、ナイス。これいいボタンでしょ。いや、なんかね、いや、誰か言っててもおかしくないなと思って、俺は。誰か言ってても、うん、今ので天国にね、持ってかれてもおかしくなかった今のは。アーカイブタン、あんわけしかしない。貨物側行った方が良かったかこれ。イズイズタカ、ウメ、めっちゃうまいぞ。カメラ壊しておきました。やっぱそうだよな。カメラなんか2人で。おテレビ直しました。ミス、はい。ちなみに俺カメラ見てないよ。カメラ見てるガビちゃんを見てたから。白い。うん。扱ってても白い。メインエンジン。うん。悪くない。さすがにまだ。うん。ガミトスと、なんかもう一人いたよな。七五三かな、あれ。治んの早いねー。アーカイブ右、ベントタスクの上らへん。ガミさんが一応貨物の上から来てはいますね。いや、その時魚さんとすれ違って、魚さんがラウンジ行きました。で、多分停電直したのが魚さんです。まあまあ直近だと思うんだよな。 あ、直近なの。あ、だったら、いや、わかんないけど、直近だったらガミさん無理そう。サントスってどこまで行った？私は最後貨物の、真ん中やや上。ああ、ハイブリーがそこ通って今エレキにいます。そこ、アーカイブの右、ガミさんとすれ違ったと思っててラウンジで。ああ、いたかも。あ、いたいた。そうだ、配線から来ましたよね。そう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 、はい、でアーカイブ右通ってシャワー降りて、メインの除染で多分配線から除染に行く人みたいな影が一瞬見えた後、エレキに降りたら梅犬がいた。おお、梅犬七子は、うん、いや、俺エレキました。7個エレキいるよね。一生エレキにいるよ、うん、僕がエンジンの方からメインエレキ降りた。7個さんがいた。俺7個は合ってないけど、梅犬とは合ってる。5秒以内ぐらいのキルだと思うけどな。あ、だったらガミさん無理だと思う。あのね、本タスクを僕が全部やって、でアーカイブからシャワー配線やったらラウンジ配線が出たから戻って、たまたま発見みたいな感じだから、うん、シャワー配線やる前多分光ると思うんだよな、下側通ってるから。高田さんって位置どこですか、最初。俺はゴミ抜きした後エレキに戻ろうとして、でその前にバイタル見ようとして、バイタルの前に到着して終わった。はい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 、戻ったパターン。浮いてます。アーカイブで魚さんとはいて、魚さん右に行くの見送って、アーカイブの本タスク、シャワーで覚えゲーカンカンタスクやった後
扉開けてメインの配線で除染やってる最中に終了シリフです。キルクールは停電が治った瞬間に開けてる。だ10秒ぐらい経ってます。あと1出てないと。はい、俺です。エンジンメインのつなぎ目最終位置、脇キッチンで2人に見られてる以外は死になし。扉どうなってます？エンジンメイン館、メイン館閉まってます。はい、富士宮ミーティング浮き。うわ、候補。そのメイン配線から除染に行った人物って結局出てるんですか？そのハイブリさんが見たっていう。確かに出てない。俺がね、メイン取った、そう。メイン取った時に下から本当に足だけ見えたから誰かは分かんなかった。あ、俺かな、じゃあ。停電治ってました、その時って。治ってるから見えてるんやと思う。あ、じゃあ多分俺かもしんないっす。まあ、高田さんをどう見るかだが、ガミとスロー強化アルマのセルフかな。伊豆さんシェリフか。まあエレキ組聞いてる感じ無理そうやからな。シャワーにだって伊豆さんいいんでしょ。無理そうよね。基本おまおじさん釣りたいです。あ、そうなんで扉開いてる。扉開いたね。ああ、そうだ。伊豆さん確認してます。俺は閉まってる認識やってんけど。超開いてましたね。まあ、一応シチュエーション聞いていいですか、おまじさん。めちゃくちゃ開いてた。最後開けようとして終了ですか？開けようとして終了っていう場面ですらない。俺到達しただけ。その階段のところに。キッチン、バーガーで、拳銃しただけ閉まって、で、エンジンの配線やってって感じです。で、メインの方に移動。短い長かったよあれ。結構長かったですね。長かった長かった。でも短いに、まあマジで3ドクだね。おまおじさんキッチン脇はね確かだなんだけど、それみんなの死人かいくぐってアーカイブいけそうですか？てかね、あのね、とりあえずシャワー側からの侵入は絶対ないで。うん、ベントの場合はシャワーベントを使う場合って、ハイブリさんがクルーだった時ってもともとその辺にこもってないと使えない。そうだね。俺シャワーでのタスクは1個もしてない。そうですね。だからシャワーの左を通ってって、ハイブリさんがメインに、うん、メインエレキって言ってるんだったら、うん、それより前にスタンバイしてないと使えないから、貨物ベントとかが自身は本線かな。しかもその前に俺がシャワーの奥いたから、多分ハイブリさんの前に。あ、そうなの、うん、あ、そんなな。貨物弁当だとサントスさんか高田さんあたりぐらいかなって聞いてると、うん、あ、まあそれか、どっちにしろ右側の人が怪しいと思ってて、シャワーからの侵入もシャワー弁当も厳しそうだから、うんうん、シャワーの侵入は僕が絶対否定できて、シャワー弁当も厳しそうだから、右の人が怪しい。貨物からの侵入できるか貨物弁当か。位置的には、あ、いや、はいよ、どうぞ。いや、まあ剣士の方が貨物弁当にも入りやすそうだなって今話。まあでもね、貨物弁当ら辺までサントスとどっちみち2人一緒だったから、あのバイタルの扉が閉まっててそこまで一緒に行ってるから。あ、だからなおのことサントスさんが貨物弁当使うのって剣士視点だと難しかったりしないの？そんなことない、全然しないしない、普通に入るじゃん。まあバイタル、そうね、バイタル、まあ、とりあえずおまおじさん釣りで、まあマットやったらそのあたり持ってってくれると嬉しいし、もしなんか道連れなかったらもう一路連れた前提で進めます。うん、開けたな、誰かが。じゃあドア、俺かな、じゃあ俺が開けたかな、おまじ。あ、いや、俺が開けたよ。俺が開けた、開けた、俺が開けた。じゃあちょっともう一回考え直すわ、おまじ。いや、そう、考え直した方がいい、本当に。おまじ、怪しいと思うから来たって人全員釣りましょう、これ。あれましろ。そうね、サントスさんよりは高田さんの方が。サントスさんが弁当で切って戻って神さんと合流ができるのかどうかよね。タカとスロー強ありそうやな。振り紙、
あら。生きる。とりあえず、剣士は人外です。いや、あゆりさんは。あ、ミーティング？うん、ミーティングの左の端っこのところになんか壁向いてはったから。ああ、はいはい。そう、僕はもうミーティングにボタンもタスクもないんやけど、結構長かったので。で、7個が、ミーティングの方面というか、キッチン方面からそっちに上がってたのを覚えてたので、死体探しに行ったらって感じです。ただ、死体は発見できないです。これ道連れですよね。うん。ある7。あ、ほんとだ。あ、ね、梅犬が、コックピットでアドミンを見て、で、金庫1、ミーティング2がついてて、で、金庫1を確認しに、扉を開けて、中にアルマ君の死体。で、僕が行くときに下と右が開いてて左が閉まってて、ハイブリさんがその前に通過した感じ？うん、かな。うん。で、展望キッチンあたりにもあったかな？あ、そう、停電直したのが伏宮で、うん、その時にハイブリさんも展望行って、うん、キッチン行ったらガミさんが石油側から来てたって感じかな。はい、そうそうそう。で、僕がコックピットコミュエンジンで行くときにサントスさんが右から来てる。その真ん中上から来たのか右から来たのかちょっと見えてない。エンジン左ぐらいですれ違ってる。私貨物脇だから、あれ貨物脇も広いたの誰だっけ？僕です。あ、ガミさんだから、ガミさんから多分右から来たのが出ると思う。メイン側から来たのかな、サントスさん。うん、そうです、合ってます。メイン側。これ時間どんぐらいだったかな今。ごめんなさい、僕貨物脇じゃないです多分。失礼しました。あ、めっちゃ、まあ、イカダさんはまあ理想あったかな、うん、まあ結構時間は長かったと思う。いや、扉ってさあ、どうだ、ハイブリさん開けた扉どこの、宿舎前。宿舎前は両方閉まってたから両方開けた。下と右ね。ああ、じゃあワンチャンあるね。ハイブリさんが見た高田さんの状況ってどうでしたっけ？ミーティングの左上に壁向いてるで、奥に、あると思ったからボタンなかったけど、うんうん、下へ探してレポートしようと思ったけどそこまではいけなかった、うん、なるほど。ハイブリさんが相方です。いや、高橋さん身内切りです。最悪そうか、それやと見えるか。見えたね。お尻が見えたよ。ハイブリさん相方なんで気をつけてください皆さん。ハイブリさん相方です。うん、赤赤緑黄、まあ赤赤緑。アミさんがコックピット弁当使うこともできるが、ほぼほぼサントスさんかね。うん、てかタスクより5人盤面でに釣り入れた方がいいかな。俺はタスクでいけるけど、みんなはタスクいけないやろ。ボス。あら。あ、ガミさんじゃん。うん。展望で停電直してる。藤宮さん最終位置どこっすか？どこ左。あ、降りたのか。リフト乗ったの誰っすか？乗ってない。乗ってないよ。じゃあガミさんか。サントスさん無理そうかな。え、どのタイミングでリフト？僕がミーティング、いや5秒前ぐらいかな。5秒前。ミーティングに停電中登ったら、サントスさんがボタン上にいて、うん、そのタイミングで確かリフトの音がして、だから多分昇降機右かな。うん、ハイブリさんを、うん、診察ダウンロードに残して、僕が席をアップロードやって停電直して、展望で停電直してる形、うん、で上に2人いるの。もう私はボタン押してるんで、で停電中に藤宮さんが、うん、あとボタンの上から右に行くんで奥行ったのかなと思ったんで、ボタン押す前に奥一応チラ見したらいなかったんでと思ったんですけど、うん、もう下降りたことは言ったので、あ、まあ降りたのかぐらいですけど、まあ、ただハイブリスさんはちょっと僕疑えないので。そう、私も梅、うん、で梅健さんのレポートしてくれた上で多分高原さんの2キル防げたから、梅健さんのレポも印象いいでと思った。いや、わかる、うん、でも藤宮君からサントスさんに白出したら藤宮君しか待っちゃ、うん、
まあ、僕視点は梅健さんかね。梅健さんかな。そうだね。展望で直したっていうのを昇降機右で直したね。右か。まあ、僕視点はサントスさんが狼だと思ってたんで、ミーティングで死にたくないなと思って降りてっていう状況ですね、うん、今。一つだけ気がかりなのが、ハイブリさんが高田さんの名前言った時、高田さんがやけに素直に認めたなって感じはしたけど、まあ。さすがにないか。ちなみに私はタスクでも終わるけど、一応一分。タスクはね、終わんない。終わんない、ね。じゃあ釣りしましょう。じゃあ釣りしましょう。うん、まあ、僕って多分ハイブリッド3視点、さっきのキル、金庫もミーティングも無理じゃない。あ、無理だね。藤宮君無理だわ。さっきのキルが無理じゃない。ああ、じゃあ高田さんの2キルだね。金庫ミーティングなら。まあ、梅健さんに僕は入れます。まあ、このターンサントスさんを弾いた議論をしないと思ってほしいな。インポスターだったら。ハイブリさんどっち？いや、俺視点は藤宮君難しいな。え？さっき高田さんの2キルだよ、さっきの。じゃあ間に合わなかった。え？これ釣られるんだ俺。高田さん1分あったから2キルって話してたくない？うわ、釣られるのか。マジか。おーおー、よかった。どう？マジか、釣られるのか。セーフ。ナイス。じゃあ、またアウトです。ちゃんと見えてたからな。ああ、見えてたか。あそこ見えないって聞いたんだけどな。見えるのか。わざとです、それわざと。ちなみに、もう一回議論したくて、スプリットしたくて入れ出すけど、間に合わなくて勝ちました、来る。あ、よかった。一応ボタンはあった。藤宮からハイブリさんへの資料主張よかったね。そうだね。そうだ、ほんまや。手で直せるわ、と思って。